韓国の正義ベタは有名な話です。運用されている軍事装備のほとんどは動かない状態に、グローバルホーク、もう4機中2機が動かない。今回はこのメンテナンスについて詳しく紹介していきましょう。グローバルホークもどうかない、 F-35A も今後わからなくなってきました。軍事関係の品には必ず維持管理が必要です。高い経費で購入したものですから、メンテもちゃんとしなければ耐用年数まで持たない。このメンテナンスをいい加減にすると後で泣きを見ることに。2019年12月を皮切りに、韓国はアメリカから次々と高高度無人偵察機グローバルホークを4機購入しました。ライアンエアロノーティカル社の製造した偵察機で、攻撃能力はなく偵察のみの機能を持った航空機です。意気揚々と購入したはずの偵察機ですが、この一部に部品の故障が発生してしまったのです。韓国軍当局の話では、今使用しているのは1号機から4号機ですが、2019年12月に購入した1号機に故障が見つかったとか。航空機にとっては重要なランディングギア、着陸装置から油漏らしていたというのです。下手をすると着陸時に火を吹くことになりかねない重大な故障ですね。そして2020年4月購入した2号機にも、革新制御センサーに関する異常が見つけられました。軍事用品はもともと巨額な費用がかかりますが、グローバルホークも例外ではなく、なんと1機あたり2000億ウォン、約185億円もするそうです。そんな高額な最先端の機体、国家財産ですね。が、2機も実用化を前に戦力化の段階でストップせざるを得ない状況に陥ってしまったのです。韓国軍は2021年下半期には作戦配備したい予定で、その日程を目標として飛行及び装備性能の検証などの戦力化段階を現在一生懸命進めていると思われます。残りわずか1年というキツキツ日程なのに、このような状況が発生してしまったのですが、空軍は正常な機体の部品を故障した機体に使用するという同類転換方式によって、この苦境を打開しようと努めていると言われます。つまり一機のグローバルホークを捨ててしまっても、正常な部品を故障した2機につければ、4機のうち少なくても3機は動かせる計算になるからです。185億の機体を動かすことなく、部品を外すために分解してしまうということでしょうか。もったいないですね。軍当局者は、世界中で運用されているグローバルホークは20機以下しかない。だから部品を融通するのは難しい。製造元のアメリカも稼働率を上げるために同類転換の方法を使用しているということでした。部品をやり取りできないという事実に加えて、2年前から世界中に蔓延する新型コロナウイルスの影響により、人々の往来が禁止または
少なくなっています。軍関係者も同じですから、アメリカの技術者たちが韓国へ入国するのも難しくなっていますから、ますます修理作業が遅れることになったのです。グローバルホークは実用化まで時間がかかる。今のうちに部品の欠陥や整備の問題点を発見して解決スキルを上げる時期にしよう。防衛事業庁、アメリカ政府事業チーム、企業と密接に協力して目標時期までに正常に作戦を施行できるように早期に問題を改善するとも空軍関係者は話したそうです。高い金を出して買ったはいいけど、ちゃんと予備の部品も用意したのか疑問ですし、メンテナンスの訓練は受けたのでしょうか。コンピュータもですが、現物を買っただけで使えるわけじゃないですよね。ここからはネットの声を紹介します。2号機の革新制御センサー関連に異常あり。ひょっとして分解したら組み立てられなくなったってことですか。 F-35 戦闘機を買ったおまけにロッキード社がくれた人工衛星も制御システムを導入しなかったから、ただ地球の周りをぐるぐる回ってるだけで何の役にも立ってないらしいね。衛星の打ち上げも韓国でできなくて他に依頼していた記憶がある。お笑い草。せっかくのグローバルホーク1機を部品取りに使う。間に合わせ。機械って壊れるところはどんな機械でも大体同じ所だから、残りの機体の同時所が壊れたらどうするんだろう。残り3機の1機から部品を取ったら実際に動けるのは2機しかない。何回も繰り返したら最終的には全然使えないじゃん。昔の F5 戦闘機みたいな発展途上国用じゃないアメリカの兵器って、アメリカのサポートがあって初めて動く。特にこういう特殊な兵器って後が大変だよね。フォロー経費を考えると維持費の安いロシア製が途上国には人気があるわけ。性能は悪いけどね。アメリカは2021年からグローバルホークの退役を開始して、調達計画も2021年で打ち切ることを決めてる。韓国のグローバルホークは韓国型っていう特別仕様の機体。交換部品も高いと言われていた代物。グローバルホークを買った他の国は部品が高いという問題もないようだし、要するに韓国向けにグレードダウンしたせいで部品が高くなったんだと噂されていたよね。などなど、徴用工問題などで、最近は日本に対して友好的とは言えない。韓国に対する目は厳しいものがあるようですね。では、韓国の別の話題を紹介します。2019年12月17日、韓国空軍のステルス戦闘機 F-35A 戦力化の行事が、非公開の内部行事に実施されました。キヨス空軍基地で行ったのですが、ウォン・インチョル空軍参謀総長が主管する軍内部行事という形にしたので、大統領と国防部長官は出席しませんでした。
メディアの取材許可も下りず、外部からの出席者は、防衛事業庁の関係者、F-35A の製造会社であるロッキード・マーチン社、ライアン、エアロノーティカル社と合併関係の人間など少数のみだったといいます。この行事の趣旨は、結果として関連する要因への激励ということになりました。軍の戦力化行事は、通常なら大々的に行われます。国民に対してでもありますし、外国へ国威を見せつける目的もありますから、派手にしますよね。ロシアや中国等を見てもお分かりでしょう。しかし今回は非公開でした。関係者は、小規模にした理由を大統領が出席した国軍の日にもソウル国際航空宇宙及び防衛産業展示会 ADEX においても F-35A は公開している。今回は追加で公開する必要はないと判断した。続けて戦闘機は国防に関わる大切な資産、機密が要求される品を何度も何度も公にするのは禍根を残すという首脳部の意見もあったと説明しました。と言っても、過去には先端武器の戦力化行事に大統領や長官が出席して大々的に行事を行った前例は数多くあります。チョンギョンル国防部長官は1月30日 KC-330 戦力化行事を主管しましています。今回だけが特別だったのでは？特別だったわけとは何でしょう？ここで飛び出すのが同民族ながら根深い対立があるお隣の国北朝鮮です。軍内外では今回の行事を小規模に抑えた、みみっちくした理由は、政府が北朝鮮の反応を意識しすぎているからだという批判が出ているのです。北朝鮮は、昨年3月、アメリカでのグローバルホーク1号機の出庫式当時から、韓国がステルス機を導入したことを反民族的犯罪行為と断定し、 F-35A の導入を何回となく非難してきました。というのは、 F-35A は北朝鮮の全域を作戦範囲として戦略目標を一挙に打撃する強大なステルス攻撃力を持っているので、北朝鮮首脳部が一番恐れている武器だと推測されているのです。北朝鮮宣伝メディアは、 F-35A の導入は南北軍事合意に反しないと言い張る。韓国の主張は詭弁だ。南朝鮮が武力を増強したり、我が国を挑発するのは相手に対するあらゆる敵対行為を中止するとした。南北共同宣言と南北軍事分野合意書に明らかに違反していると強い口調で批判しました。それに対して韓国政府関係者は、北は軍事合意書の双方は武力増強問題などを協議するという部分を悪用していると述べました。韓国としては、北朝鮮は言いがかりをつけていると言いたいところでしょうが、そこまであからさまには反論できないのでしょう。グローバルホーク1号機が非公開で導入されたのも、このような雰囲気と大いに関係があります。このグローバルホークは地上 20km 上空からレーダーや赤外線探知装備を使って
地上にあるわずか30センチメートルの物体まで識別可能という最先端偵察機なのです。要するに衛星にも負けない監視能力があり、北朝鮮の核やミサイル動向を把握することが期待されます。だからこそでしょう、北朝鮮は8月祖国平和統一委員会の談話を通じ、韓国はいつも平和平和と言って我が国を攻めるが、アメリカから買った無人機と戦闘機は何に使うのか、曲芸飛行しながら農薬でもばらまくのだと言い訳するつもりなのか、我が国の戦力を偵察するつもりなのにとグローバルホークの購入を非難したそうですよ。